はいどうも、皆さんこんばんは、モッティーでーす。今日もやっていきましょう、モッティーのスーパーマリオランチ実況プレイということで、今日も京都でブラックコイン集め頑張りたいと思います。だいぶね、長引いちゃってますけどね、まあ、それだけ難しいってことです。頑張りましょう。チゲームの逆襲、よろしくお願いします。ここもね、難しかった記憶ある。結構スター出るからリカバー効くかなみたいな、おいしょー、よしは思うんですけど、ただ今すんなり、あ、そうなんだ。ブラックコインってさ、来てくれないの？え、来てくれない？あ、ちょっと待って。早い。スター取っちゃいけない、これは。スター取っ、マリオでも、きついんだ。1個目はまあ取ってもいいとして、てか取らないときつくて、2個目が、こうして？ほら。ちょっとまあ、いや、先のちょっとブラックコイン見ようか。この上？あ、違う。どこだ？あ、どこだ？あ、ブラックコインどこだこれ。どこだ？あ、あった。あ、ここはスターいるね。ここ3つね。はいはいはい、3つ目ね。はぁ、そこちょっと2つ目、難しそう。これは、うわぁ、なんだその、あぁ、すごい！あぁ、天才。ラス1。あ、なんかすごい、そこの四角ブロック絶対なんかあるよね。なるほど。まあ、そんなところかな？そんなところかな？あ、まだある？あれ？もしかして。おー！クリアしちゃったけど、ラス1はでも多分あそこのところですよね。上の。でも2個目、まあ、なんか嫌な、嫌らしい位置にあるね。すごい。ちょっと頑張ります。はい。ちょっと研究。あー、負け確ではないわ。スター取った方が安定するかも、逆に。難しい。ここは確定で取らなきゃいけなくて。で、これで OK。よし。やばい、時間取れなかった。やーん！ OK、4つ目 OK。さあ、ラスト上よ。は？ほ？ほ？おお、あった！あった、よし。で、ラストは、スターで調子乗って、コインを荒稼ぎして、はい、ゴールー。ほわー。なんかいけた。後半は。2個目は、ちょっと、スター取った方がいいのか、取った方が良くないのか、結果的に分かんなかったんですけど、ま、どっちでもいけるっていうことは、実証できたね。うん。いやー、難しかい。三歩一飛び。どこの方言ですか、かーいって。あー、難しかーい。はい。じゃ、死ぬー。そこ叩けないんだね。なるほどね。そしてコインが流れていくんだね。コインじゃなくて、コインが流れていくんですね。え？あっ！惜しいのー。あ、なるほど。で、あ、意外と高くまで来ますね。え？あ、取れた、死んだ。まあ、覚えていきましょう。覚えることが大事ですから。これは多分やらないといけなくて、で、やらなくて、で、やらないか、あ、上じゃなくてよかった。だよ。はっ。どーこだ？下だな。お前だな。のこのこじゃなくて、パータパータ。パパ、上かーい。パパパラピョーン。あ、でもこれはいける。任せとけ。これはいける。大丈夫。いける。で、このキノコはいいとして、わかった。あのパタパタ超重要だったってことに今気づいた。こうだろ。こうでしょ。よし！あのパタパタの大切さが、今になってわかった。ハッコー！
いやー、なるほど。ああやって取ればいいんだ。1個目に関しては、まあ普通に壁キックでちょんちょんって取ればいいんで。まあなんか、まあ、ちょっと時間はかかっちゃったね。時間はかかっちゃったけど、まあ、これはまあそんな、いける。さあ、だんだんチケット溜まってきましたよ。次これで OK ですか？はい、行きましょう。テレサの鍵屋敷。鍵屋敷はね、頭の中にね、叩き込んでるんで、いけるはず。あ、でもそっか。そっか、黒コイン取るってなると話は別なんだよね。話は別か。これどうしよう。これタイミング結構合わせないと。ふっ！また嫌な位置に出たね、これ。ちょ、時間がなくなっちゃうよ。嫌な位置にいるね、あなたもあなたで。おっし、オッケー。まず一個。さあ次。これはどうやって取るんだ、これ。あ、ちょっと待って。あ、意外とそこまでしか行って、あ、ちょ、そんなことないよね。俺、振っちゃったんだよ、今ね。まあ、ショージャンができるかどうか系。よいしょ。多分、あとね、上に一個あると思う。あ、いた。こいつどうすんの？え、こいつどうすんの、これ。引っ掛けないといけない。何かしらで。え、こいつ、バックジャンプできなくない？え、どうすんのこれ。え、これいけなくない？え、これどうやって行くの？え、テレサ、バックジャンプ以外に倒し方あるんですか？俺知らないんですけど。知らないんですけど。バックジャンプ以外でテレサの倒し方。あ！理解したけど、ちょっと難しそう。あー、ちょっと難しそうだな、それ。どこで蹴ったらいいんだろう。でも、そういうことですよね。多分、そういうことだよね。ここの、壁キックを、こういうことでしょ？やーす、やばれすぎでしょ、ランス！ちょ、コインランス暴れすぎだわ、マジで。マリオ64なんていいよ、コインランス暴れるの。いいよ。いいよ。2D マリオでコインランス暴れなくていいよ、マジで。マリオの64だけでいいよ。あ、嘘、ミスった。あ、やばい。これちょっと待って。ロスタ。まずい。まずい。急いで。はい。24秒。ちょっと時間ないかな。一個とりあえず、時計叩ける。で、トン。あ、一個だけ取れなかったけど、まあ、いけるでしょ。一個だけだったら。はっ！一個だけ、オッケー。こうやって、で、この辺？あ、そうか！違う！いつもキノピオでやってるから歩幅が違う！おっと、それはまずい。それはまずいぞ。まずいぞ。いやー！これはやばい！これはどこだ？いやー、どこだこれ！いやー、どこだこれ！うわー、マジ！おー！これ、どこだ、歩幅。うわぁ。まあ、おっと、そこになんかある。で、こうやって飛んで、それ、どうやって取るんだ、マリオだと。それは取れるんだよね。いやぁ、ちょっと、そこ、マリオで取る方法ってある？え、取れた！やった！ラッキー！いや、すげえ今、歩幅考えてた。やっぱ壁キック？あ、いや、いけた。やった。ラックー！これはグッドラック！いやー、一時はどうなるかと思ったけど。なんかやっぱこの辺が、テレホラの、なんかこの、得意的なね、難しさありますよね。特殊なね。うん。いいじゃん。いいよ、でも順調に来てますよ、次。はい。あ、くぐれ火の輪の後ろ。はい。こう、難しいやつ。めっちゃ難しいやつ。めっちゃ難しいやつ。これ間違いなく。ちょっと待って。は？は？バックジャンしろと、そこで。え、ちょっと待って。うわ、むつえ！おぉ、まあ、頑張ろう。あ、上？あ、これね。はい！よし。これはね、いけるな。
あー、マジかー。キノピオとまたステップ違う。あー、おーおおおにゃー、ピピカチュー。大丈夫、おじさん。おじさん大丈夫、おじさん大丈夫、頭おかしくなった、おじさん、おじさん大丈夫。ショッキングだ、意外と勝った。あ、落ちる、危ない。あ、いけた。一番簡単だったんだけど、今まで。なんだこれ。ほっ、おー、ちょっと、オッケー。一番簡単だったんだけど。まあ、一応一撃、一応ね、一応ね。まあ、ノーミスクリアではないけど、一撃は一撃。お、まさか、ブラックコーン一撃で決められる面があるとは。この俺ができる面があるとは。やったー。うわー、これで5面まで来ましたか。じゃあ、次は、いよいよラスト6面ですかね、これ。ね。じゃあ、6面まで、じゃあ次のパートに行きましょうか。あ、てかあれだな。チケットもだいぶ待って、来たんで、じゃあちょっと次のパートで。今日ちょっと短いかもしれないですけど、次回のパートでお会いしましょう。モッティでした。バイバイ。これ年末までに終わるな。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。今日の生放送はニコニコ生放送で、ポケモンサン&ムーンミラクル交換を少しやろうかなというふうに思っております。そしてその後10時半からは、モーニング娘。コンサートツアー2014秋、じゃゆー再生する。